ジムボタンは、ミハエル・エンデの児童文学、ジムボタンの冒険を原作とする、テレビアニメである。毎日放送と英検の共同制作。1974年10月4日から1975年3月28日まで、ネット系列局で放送。全26話。母を邪悪な魔人にさらわれ、恋人も小鳥にされるという悲劇に見舞われながらも、くじゅけず、 母を救うために戦う主人公のハードなドラマを描いている。原点のジムボタンの冒険と違って、いわゆるヒーローものの作品となり、大幅なアレンジが加えられている。どこかの会場に浮かぶ島、何でもランド。そこに、要裁の達人である母ニーナと二人きりで住む少年ジム。ジムは、正義感は強いが、暴れん坊で学校嫌いがたまに傷。いつも、 学校をサボっては、発明家のルーカスが作った、笛で操る、蒸気機関車、エマに乗せてもらっている。だが、ルーカスがエマを作ったのには、それなりの理由があった。というのは、何でもランドのはるか北方の山奥に住み、何でもランドは愚か、世界中の人々を不幸のどん底に叩き込もうとする、悪の帝王、マジンドリンガーに対抗するためだったのだ。何事もなければいいのだが、 だが、その予感は的中した。ドリンガー軍団第一の資格、海賊キャプテンキットが、部下ブラックを連れて、何でもランド上空に現れ、石化爆弾で、ルーカスをはじめとする、何でもランドの大人たちを石に変え、ブラックが魔法銃で、子供たちを動物に変え、ガールフレンドのポッコも小鳥になってしまった。さらにドリンガーは、ニーナの腕に目をつけ、 ニーナに揚力を発生できる服を作らせるべく、配下のコウモリ男爵に、ニーナをさらわせた。かくてジムは、自分の家に代々伝わるボタンを胸に、ポッコと自我を持つ機関車エマと共に、母親を取り戻すための旅に出る。だが行く手には、次々とドリンガー軍団の資格が襲いかかる。ジムは、ボタンを握り締めて発動する、ボタンパンチと、ボタンを投げつける、ボタンシュートを武器とし、 ドリンガー軍団の資格と戦う。果たしてジムはドリンガーを倒し、母を助けることができるのか。これらを収録したレコードが日本コロンビアから、そのシートがアサヒソノラマから発売された。以下の楽曲は、1974年12月25日に日本コロンビアから発売された LP アルバム、みんなと歌おう、ジムボタンにオープニングテーマや、 エンディングテーマと共に収録されている。単独での CD 化はされていないが、堀江歌唱曲については、堀江光子家の歩みに発落青春時代に収録されている。我が名は、魔人、ドリンガーは、青春ラジメニア30周年、記念アルバムアニソン獣王無人ひねくれの期間で、CD 化参考から、記憶のかさぶたサイト本作のオープニングとエンディングは、 東映ビデオの v h s l d d v d a k t v アニメ主題歌大全集に収録されているがアニメ本編は映像ソフト化されていないかつて東映ビデオから発売レンタルされていた a k t v アニメグラフィティにラインナップされておらず1986年に東映ビデオから発売レンタルされた TV ヒーロー主題歌 全集8英検編にもオープニングエンディング映像は収録されていないが、1999年12月に東映ビデオから発売されたリニューアル版、英検 TV アニメ主題歌大全集にはオープニングエンディング映像が収録されている。なお、これに収録されたオープニング映像は、第1話のハイライトシーンがないバージョンである。講談社のテレビマガジン、楽しい幼稚園、お友達。 ディズニーランドに本作のコミカライズ版が連載されていた。同じ英検作品である冒険、コロボックルと同様にテレビマガジン連載版の執筆は長田武丸が担当した。ありがとうございます。